ラスドルフは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の、古田軍に属す、町村である。ヘッセン州内務県スポーツ担当大臣は2015年7月24日に、ポイントアルファイコールデマインでの称号を授与した。ラスドルフは、クッペンロー内に位置し、ヘッセン州チューリンゲ州の宗教に面した、レーンバイオスフェア生物圏保護区に位置する。ラスドルフは、北は、 アイターフェルト、東はブットラー、ガイザ、南はニュストタール、西はヒューンフェルトと境を接している。この町にはラスドルフ地区、ゼッツェルバッハ地区、グリュッセルバッハ地区がある。カロリング町時代のザクセン人に対するキリスト教の布教はフルダ修道院とラスドルフ支部修道院の存在によるものであった。修道院長バウグルフはその報酬として 781年に法音フェルド及びラスドルフ集落を全ての農場を含め獲得した。ラスドルフ集落は781年以前には建設されていた。ラスドルフ支部修道院は815年に記録されている。32人から34人の修道士と約20人の学僧が旧世紀のラスドルフ支部修道院にいたことが証明されている。 845年に、古田修道委員長ラバヌスとドイツ人、オールートビヒが和解のために、ラスドルフで面会した。ラバヌスは、ロタール王とその弟ルートビヒ及び、カールとの戦いで、誤った側すなわち、ロタール陣営に味方した。ルートビヒが東フランク王国の派遣を握ると、ラバヌスは撤収し、修道委員長の位を返上した。 王の主導により行われたラスドルフの和解により、ラバヌスは847年にマインツ大司教に任命された。カール大帝の神の言葉は民衆の母国語で語られるべきであるという規定に基づき、ラバヌスはドイツ語による説教を確定した。ラスドルフ支部修道院は877年頃に共同修道院に改編された。 9 7 7年5月21日、オッー2世は、古田修道院を訪れ、説教師エクベルトに率いられたラスドルフ、共同修道院からの代表団と面会した。ラスドルフの修道院協会は、建築技術上ヘッセン州で最も重要な村の、教会の一つである。ラスドルフは、フランクフルトアムマイン・アイゼナハ・ライプツヒという、 歴史的な交易ルート沿いの立地により重要性を増していった。現在のラスドルフ町は、ヘッセン州の地域再編に伴い、1972年4月1日に、それまで独立していたグリュッセルバッハ、ラスドルフ、ゼッゼルバッハが合併して成立した。ラスドルフの町議会は15議席からなる。1971年5月25日、 当時ヒューンフェルトン軍に属したラスドルフは、ヘッセン州内務大臣から以下の紋章の認可を得た銀字。右側が見張り塔につながる赤い壁の上に黒い古田の十字。ヘッセン州でこの種のものとしては、最も重要で、当時復元された防衛墓地の壁が町の提案により、新たに制作された紋章に描かれた。この提案は、 文章学的に問題なく実現することができ、この壁は明瞭で価値の高いこの街の歴史的モニュメントを表すものであるため、修立文書館はこの街の願いを叶えることとし、この街のシンボルと古田修道院領の十字を組み合わせることで、ラスドルフ建設直後からの精神的象徴と政治的象徴の緊密な表現が成立した。こうして、完全にこの町特有の事物を描き、 さらに何世紀にもわたってこの町の運命を決めてきた、政治的及び両方指的な関係をも表現する、紋章が制作された。紋章のデザインは、バートナウハイムの紋章研究家、ハインツリットによってなされた。ラスドルフの修道院教会、防衛墓地ポイントアルファ記念碑ポイントアルファ記念広場、は、レーン山地のラスドルフと、ガイザとの間、ヘッセンチュ中林ン宗教にある。 ここには40年間以上アメリカ軍の監視所があった。不幸なドイツ分断や NATO とワルジャワ条約機構との対立を風化させないように、二つの団体がヘッセン側の監視所とチューリンゲン側の DDR 国境警備施設の一部を保存している。アメリカ軍監視所はクッペンレーンやウルスタータールを眺めるのに用いられている。鉄道ヒューンフェルト、ベーニゲンタフトマンスバフは、 1906年12月1日から1972年5月28日までラスドルフ近郊を通っていた。2007年、この軌道上に全長2 7トルでラスドルフに至るケーギルシュピール自転車道が開通した。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。